僕が大好きなモトリクルーのフラットシュガーセックスマジック書いてあって70505のブランケット付き2本手に入れたんですどうも FJ です。第2弾購入品紹介を今日やってきます。まあ、春夏でいうと T シャツが結構メインであるんですけども、はい、まあ、冬物も買ってますし古着は年中季節問わず、はい、商品を買ってます、はい、じゃあ結構あるんですよ。めちゃめちゃ買ってますね。そうなんですよ、まあ、めちゃめちゃあるんですけど、はい、まあまあまあ渡るさんも持ってきてくれました今日ちらっとあの夏っぽいやつ持ってきました。マジですか、はい、じゃあ渡るさんの買ったものも気になるんで最近もうあれですからね、渡るさんのファンが多いですから、ね、いやいや僕はもう裏方なんでいやいや、まず、はい、夏なんでこれから T シャツからいきます、うん、T シャツで、まずこれは VCM 第2弾の時に買わせていただいたんですけども、はい、これは WhatsApp で買いましたね、友和くんのところ、うん、で友和くんはね、あの今 YouTube 始められてすごい面白くて僕も見てるんで、僕の動画の関連動画のところにも入ってますよね。はい、はい、まあもうバンズはもうすごく好きなんで、うん、まあ、T シャツもそうですし、スウェットもそうですし、まあ、スニーカーもあの好きなんでバンズ買わせていただきました。で続きまして、はい、これね、前回のダフさんの動画でも着てたんですけど、はいはい、トニーホークの T シャツです。うん、かっこいいですねこれ。パウエルのものじゃなくて、あのトニーホークのよく見るバードハウスの、88年の、T シャツになるんですけども、うん、まあ、これ買いましたよって。であと3点目で言うと、まあ、これブルースブラザーズの、これいいっすよね、うん、かっこいいよな。スタイル2023に伺った時にあの買わせていただいたんですけども、うん、これ全然あの古い当時のものではないんですけど、多分2枚タグのやつかな、うん、襟はシングルで袖はダブルなんですけども、うん、デザインですね、うん、ブルースブラザーズで、まあ、このバックプリントも良くて、ね、結構ねフェードしてるんで、うん、そこに惹かれて買いましたよっていうところがこれで、これね、おおかっこいい。これモトリークルー、僕が大好きなモトリークルーのガールズガールズガールズっていうあの曲があるんですけども、それのツアーの T シャツです。87年のツアーのものなんですけども、まあ、白ボディで久々にかっこいいの見たなっていうところで、うん、でスクリーンスターズの L なんですけども、結構ジャストで袖が結構短い感じがロックだなって感じ、うん、ロックですね、はい、僕本当にそのハードロック好きで、モトリークルーが非常に好きで、です今年の11月3日と4日にモトリークルーとデフレパートが来ますと、うん、チケット当たりました。おーよかった。なんで、まあ、これ着て行きたいなと思いますライブ行く人いたら本当メッセージいただきたいですね。あ、そうですね、みんなでね、はい、行ったら面白いし、いやもう会えたら嬉しいです。で、あと、はい、これおステューシー、へー、で、これは白タグなんで90年代のアメリカ製のステューシーなんですけども、これもね、襟のね、このグラインドしてるダメージとか、でもなんか最近ボロいのばっか買ってるこれはね、ヤードセールで買いました。つくばの。これいくらだと思います？でも1万ぐらいですか。まあ、大体相場それくらいなんですけど、5000円です。マジで？はい、5000円。あと、はい、これ、あ、これやばくない？超かっこいいですよね。ドロップさんで買わせていただいたんですけど、はい、これはまあ、嫁ジェイにプレゼントしたんですけど、このブラッドシュガーセックスマジック、うん、レッチリのアルバムのブラッドシュガーセックスマジックって書いてあって、で後ろにはね、チンソックスのね、この感じとか、古着ではないんですけども、これはデザインにやられましたね。僕が着たいなって思ってるんですけどまあ、奥さんが先に欲しいって言ったんでプレゼントしました。嫁ジェイそれ着てんのか、いけてんな。そうで、次、最後 T シャツ最後ですね。ほい、これね、あー出ました、じゃーん、かっこいいな。これはやばい、ガンズの、はい、ガンズって結構ね、あのスカルがいっぱいモチーフだったりとか多いんですよ、うんうん、でロックだなって感じなんですけど、これめっちゃおしゃれなんですよ、うん、でこれが僕ちょっと上から探して持ってきたんですけど、はい、これライズってアルバム、はいはいはい、これの T シャツなわけですよ。でこれめっちゃ着丈長かったですよ、サイズもでかくて。そうですよね。でこれ着丈ね詰めました僕。おシングルで
上げれるところがあって、はいはい、柏にあるジンズリペアの五右衛門さんっていうところがお直しのもやってますと、うん、でそこであのバブアーとか直せたりとか、ミリタリージャケットのリブも交換できたりするんですけど、 T シャツの、まあ、リサイズもしてくれます、うん、で僕はもうこれね結構高かったんですけど売ったりするわけじゃなくて、はい、ずっと自分で着ようと思ってるんで、うんうん、裾上げ自分に合わせてしちゃいましたと、うん、まあ、今 90s の、ね、グランジがみんな好きだからオルタナの系とかすごい人気なんですけど、はい、まあ、僕も好きですけどやっぱここら辺がねかっこいいんですっていう感じかな、はい、T シャツは T シャツ、はい、あとはもうサラリとなんですけど、はいはい、70505のブランケット付きのビッグイなんですけど、はいはい、サイズ表記が40なんですけど身幅が56、めちゃくちゃでかい。で俺表記これ間違ってんじゃないのかなと思って、まあ、ブランケット付きってそもそもでかいんですよ、うんうん、ブランケットつけるからあの大きめでできてることが多くて、はい、40のサイズ感じゃないなっていう感じなんですけど色も濃くて買いました、うん、で僕ブランケット付き結構好きなんですよ、はい、何がいいってそのブランケット付きだとね着てると色落ちすごいんですよ。ブランケットついてる分あの内側にものがあるんでやっぱり良くなるっていうところであのこれはね買いましたよ。ブランケット付きのまま着てもいいし、ブランケット嫌な人ってブランケットのやつ買ってブランケット外せばいいんですよ。あ、え、そんなことも、はい、嫌な人とかいるのかな。ブランケットの方が人気ない感じしますよね。人へのブランケットがないものと比べて、うん、ブランケットついてる方が着るシーズン着用期間が短くなるんで、うん、価格が下がるというか、うん、値段が安くなりがちですね。なんですけど僕はあのこれは意外に長く着れるんでいいと思ってますと、うんうん、あと、まあ、これもう全然夏だからみんな見てもしょうがないかなと思うんですけどまあこれ CW9P の、前期はこのダイヤキルト、はい、なんで買ったかっていうと、はい、次の秋冬に CW9P 作りたいなと思って仕事でサンプリングして、商品とかを作ろうかなと思って、うん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 、まず買ったんですけど、まあ、CW9P じゃなくて、まあ、ちゃんとした MA1 を作ろうかなっていうところで MA1 を作ることになったんで CW9P は来年の秋に作ろうかなというところで、まあ、こういうヴィンテージをね僕買って、はい、仕様だったり生地だったりデザインだったりっていうところを参考にしながら作ってますと、うん、まあ、ぜあの前回本業の方で、まあ、僕はライトオンでバイヤーしてますよって言ったんですけども、うん、若い子で言うと最近のこう若いショップのイメージがあると思うんですよね、うん、で正直僕も働いててそうなっちゃってるなと思ってます。ただライトオンってやっぱこう日本で一番アジアで一番リーバイスを販売している会社なんですよ。へー。で僕はそれがもう すごくてすごいなと思って、昔から古着好きだったんですけどリーバイスに入りたかったんですよ最初、はい、リーバイスって新卒採用やってなかったんですよ。へー。でリーバイスと仕事できるのって他なんかなって思った時に僕がいる会社が、まあ、アジアで一番リーバイスを売っていますというところと、うん、そこの会社でもしバイヤーになればリーバイスと商品企画だったりできるんじゃないかとか、うん、まあ、アメカジショップだしジーニングなんで自分が好きな古着とかをもっとよくできるだろうと、はい、商品をね上からですけど、まあ、でもそんな感じで入ったんですけど、うん、まあ、長くバイヤーやってるうちにこう市場でねの売れ線に僕走っちゃったんですよね。全国400店舗あるお店だといろんなお客さんがいるからその人たちに売れるもの売れるものっていうね売れ筋を僕ちょっと追いすぎてしまって、はい、本来であるその僕がやりたい会社がやってきたアメカジとかヴィンテージっぽい商品がなくなっちゃったんですね、うん、っていうのが今の現状だから最近の若い子のイメージとかはそういうイメージがあるかなと思うんですけど本来のあり姿というか、うん、うちでジーパンとかアメカジのものを学生とかが買ってジーパン好きになってくれて古着とかヴィンテージとかどん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 好きになってくれればいいなと、なんか最初の一歩になれればいいなと思ってます僕の会社っていうか僕のやってることが。なんでちょっと僕はヴィンテージをゴリゴリディプロする商品も作れるんだけどそれじゃあの一般のお客様には多分届かないと思うんで今着やすい買いやすい商品にして触れてもらってジーパンかっこいいなアメカジかっこいいなっていう風にこれからの若い子になってほしいし
まあ、僕ら世代よりも上の方、40代とかの方とかがうちに来た時に、やっぱりうちってかっこいいよね、アメカジだよねってなるような商品をこれから作っていきたいなと思ってますっていうね、僕そういう仕事もしてると、メンズバイヤー FJ なんで。すっごい真面目な話してる。いや、そうそう、今購入品紹介してたんですけど、あの、そうそうなんですよそうなんですよ、僕なんか言うじゃないですか、よく来期はレトロがめっちゃいいっすよとか、そういうのって結構その展示会の状況とか、うん、あといろんな情報を集めてる、うん、バイヤーなんで、その情報をどこまで言ってるのか分かんなくて、ダメなものあるけど、はい、次こういうのがいいよっていうのは、古着の中のこういうのがいいよっていうのと新品でもこういうのがいいとかってめちゃくちゃリンクしてて今、うん、特にヴィンテージで例えばデニムがいいとするじゃないですか、デニムの中でブラックデニムが今めっちゃいいじゃないですか、うん、これまあ世の流れでもブラックが良くなってきて、次ねブラックデニムとか結構出てくるんですよ、うん、古着でブラックデニム流行ってるのは日本の僕らの古着好きな僕らだけのトレンドかと思いきや、うん、マーケットのトレンドとしてブラックデニムっていうところが次来ますよっていう、すごくないですか。でなんでこんな話したかっていうと、はい、これ分かるかな、はい、対戦のブラック、対戦のブラック、これね LVC じゃないんだけどリーバイスなんですよ、現行の FJ 新品金のかよみたいな感じの人もいるかもしれないですけど、これはねやばい、対戦モデルで、うん、後ろも新種パックついて、まあ S506WX のディティールなんですけど、ブラックデニムですよっていうのがまず一つ、それだけでかっこいいのと、サイズも今っぽいからデカめに作られてる、あとねこれポケットついてるんですよ、なんでも普通に着やすいかなっていう感じですね。なるほどね、僕ポケットないのが正義だったんですけど全然これ着やすいわ。でしかもブラックの対戦これどこのですかってめっちゃ聞かれるんですよ。でこれねリーバイスさんで今年発売されてたんですよ、はいはいはい、だけどもうオンラインショップとか、うん、いろんなお店の在庫もないんですよ。あ、そうなんだ、欲しかったって言うでしょ。いや欲しいって今なってるんです。これはね僕も前回ねリーバイスの展示会に行って、うん、来 SS のこう話を進めてきたんですけども、はい、来年の SS に向けて僕はちょっとブラックジーンズを、うん、まあリーバイスのブラックデニムをこう打ち出そうかなと思って話をまあしていて、はい、その中でこれはねどうしてもやりたいから、うん、来年夏に春夏っていうと大体1月ぐらいになるのかなに向けてもう一回オファーしてるので、来年の春夏に向けてこれはまあうちとしてリピートしてるという感じです。なんで来年には並ぶと思うんで、現行のこのリーバイスの良さもみんな知ってほしいなと、うん、まあこれはねいい商品なんで来年にはお店に並ぶと思います、はい、まあ、その時はあの報告しますけど、あのこれも言いたくてその話をしたっていう感じですかね。ちょっと長くなっちゃったんですけど今日長い動画でいいんで、はい、渡さんの購入品をちょっと紹介してもらいたい、はい、チラッと、はい、じゃあお願いします。渡さん夏っぽいの持ってきました。これやばいでしょ。ローカルクルーさんで買わせてもらったグレートフジェットの T シャツですね。これはやばいですね、かっこいい、はい、今が一番安いって。そう、今が一番安くて今が一番若いって。そう、古着見つけた時が今が一番安いよと。待ってください、何これ、これやばい、見せたかったんですよ。これもグレートフルデッドの T シャツなんですけど、インディアンですね。そう、P ライトが90年かな、はい、裏もね、かっこいいんですよ。リキッドブルーのね古いメイドイン USA のやつだ、はい、インディアンのグレートフルデッドやばいよ。 なんか どうです、交換しません、いやいや買ったばっかりこれ、ね、僕の日本のバンド T シリーズで、はい、マットキャプセルマーケットのバンド T です。96年のツアーの T シャツなんですけど、はい、これ面白いのがアメリカ製のボディで、本当だ、でそれもまあシングルで、本当だ96年だね。そうそうそう、へえ、しかもなんか、ね、タイヤで火が吹いてる感じが、スピットファイヤーとかみたいな感じですね。マットキャプセルマーケットのバンドティーは、はい、結構値段も高くなって、何系ですか、どういうバンドですか。ミクスチャーですかね。あとね、これセーラーハットですか。あ、セーラーハット、はい、はい、デッドストックのセーラーハット、まあ、そんな感じですね、はい、あとこれはもう絶対被んないんだろうっていうのを買っちゃって、はい、アメリカ軍の
製帽ですね。製帽？はい。ペットだ。ギャリソンキャップって呼ばれるものなんですけど、ね、日本人が被るとまあ千乗り球って誰？ペットだ。でもこういうの買いたくなるよね。買いたくなるんですよね。被んなくて似合わないなって思っても買っちゃうっていう。あとそれか、はい、これ。これが、USS の地雷グラスですね。これかけてみていいですか？はい。おお、いいですね。いい感じ。サイズが難しくて、はい、これレンズ幅が50のブリッジ幅が20のサイズなんですけど、うん、50以上のサイズがなかなかいいものがなくて、わ、これマジでかっこいいわ。シュロン製のものですね。あ、シュロンだ。はい。で、これか。そっちがそうですね。これがよく見るやつ S9 と呼ばれる。これもレンズ幅が52の、ブリッジ幅が20ですかね。まあ、結構大きめのサイズ。うわ、めちゃくちゃ買ってるね。俺冬紹介したのいらないんじゃないかな、これ。いやいやいや、僕もあとね、これ買いましたよ。それレイバンのウェイファーラーの、うん、ボシュロム製のやつで、僕ね、ウェイファーラーのね、このボシュロムのやつなんか似合わないですよね、僕。似合わないですよ、似合わないですよ、これ。だからカラーレンズにしようかなと思ったんですけど、はい、カラーレンズにしようとして持ってったら店員さんに止められたんですよね。砂打ち入ってるから、はいはい、ちょっとこれは変えない方がいいですよみたいな、うんうん、なんでまあ似合わないからカラーレンズでもいいかなって思ってるんですけど、まあそんな感じかな。じゃあ変えない方がいいですね。変えない方がいいですね。まあやっぱ夏になると欲しくなりますね。かぶり物と掛け物とアクセサリーね、うん、小物欲しくないですね。小物そんな感じですね、買ったものは。ダンボールなんかまだまだある。いや、あるんですよ。いや、まだまだあるんですけど、ちょっと僕今紹介したいのになんかすごい仕事の話しちゃったんで何個か見てみます。あ、ちょっと待って、これはあれだ、あ、これあのスカルパイレーツのバンズなんですけど、うん、前回の動画で行かせていただいたサンデーマーケットじゃねえ、あのローカルクルーさんで買わせていただいた。あとこれ箱の中はこれ以外でも僕バン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 貯めてってるんですよ、いろいろと、はい、だけど着用まだしないんで、はい、買って箱に入れて保管してるものたちがたくさんある。保管してるんですね。で、まあ、一番上のやつで言うと、はい、ディッキーズ、パリパリのディッキーズの、よく見るとこれ TC ツールじゃなくてあやめが立ってるのが見えるんですけど、はいはいはい、生地が厚いやつですと。ポケットがフリスコね。やばいじゃないですか。ディッキーズのフリスコのデッドストックで、ジップはタロン、ベン・デイビスのフリスコの形で、ブランドはディッキーズですっていうね、やつ。あの、足入れてない、水も通してない、うん、なんでそこまで分かるかっていうと、これね、2本手に入れたんですよ。なんで2本買ってんの2本デッドストック手に入れたんですけど、1個フラッシャーついてます。はいはいはい。うわ、いつか履きたいなと思ってますというところ。あと僕ずっとドッグタウンの話してると思うんですけど、はい、シーズン問わずね、いい柄があれば買っていくと。60年代のシャツのこの柄ね、これやばいっしょ。これ100点満点のオンブレじゃないですか。100点満点のオンブレ。これも、まあ、まあ着る時期を見計らってるっていう、はいはい、いう感じかな。あとこれとかね50年代のラニエールっていうブランドなんですけど、ラニエールのウールのオープンカラーで、これ もう何が言って、これ赤とグレーなんだけど、この柄がただのチェックじゃなくて、この当時でしかなさそうな柄でしょ。線も入っている激渋のウールシャツっていう感じですかね。で、あれだ、アメリカ行くんですよ僕、今年の8月。アメリカ、はい、1週間あるんですけど、はい、まずラスベガスに行きます。で、ラスベガスに行って、はい、マジックっていう大きな展示会があるんですよ、はいはい、でそこで来年のこう次のブランドを探したりとか、まあ、ブランドの傾向とかを見に行くっていうところで、まずマジックに行きます。これ5年ぶりです。本業の方で行く。あ、そうです。旅行じゃないです。本業の方で行きます。で、5年ぶりにマジック行って、でラスベガスからロスに移って、まあ、ロスの街とかお店とかをリサーチに行ってきますと。うん、はいはいはい。だからあの一緒に渡るさんも行ったら動画撮れるんだけど、今回自分でね、回せたら回して、はいはい、渡るさんに動画を送るって感じで、結構アメリカの動画やられてる方最近多いんで。うん、
僕もそういうのできたらいいなと思ってます、うん、ローズボールも行きますし、シルバーレイクのフリマとか、まあ、いろんなフリマは行きます。そこでね、次の商品の参考になるようなものあればいいですし、うんうんうん、あと自分でお金貯めてたやつで自分で古いたくさん買っていきたいなと、はい、久々なんで僕もめちゃめちゃ楽しみですね、という感じです。まあこれが出るのが7月ぐらいだと思うんですけど、8月の頭から行くんで、ご要望があればコメントとかいただけたら嬉しいなと今回購入品紹介なんですけど、ちょっとあの動画が長くなってしまったんですけども、まああの仕事の方と FJ の方、今後も頑張っていきますんで、皆さん応援よろしくお願いします。はい、という感じで、はい、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。はい。